ストップウォッチを持って計測をしたりするぐらい細かく、うん、あの改善活動させていただいて、確かにさっきの話聞いてたけど、ものすごいファッションって華やかなイメージの裏側には本当になんか緻密なオペレーションとそれを支えるテクノロジーがあるんだなっていうことが、はいはい、もうエアクローゼットさんがここまでこうグロースしてきた秘訣みたいなところをちょっと一個一個聞いていけたらなと思ってまして、うん、はい、まず、グロースの秘訣1個目は何になりますか。そうですね、これ何でしょう、ちょっと、まあ、結果論になってしまうかもしれないですけど、1個肌感としてあるのは、どの方にお話をしてもそのサービスのコンセプトとか、うん、サービスが向いている方向性、要は時代の潮流と、うん、見合わせてもすごくいいサービスだねとか、うん、いい流れだねっていうふうに言ってくださる方が多かったっていうのはすごく感じています。なので、うん、事業構想するタイミングでちゃんと時流に合ってるのかとか、うん、私は2つ大きく意識した時流があって、うん、1つは超情報化社会でだんだん人が忙しくなっていって、うん、忙しくなっていって隙間時間が減ってしまっている、うん、今の現代は今後もより忙しくなっていくだろうなっていうのを感じていて、時間の価値っていうのが求められていく世の中なんじゃないかなと。でもう一つはやっぱサステナビリティですね、うん、物の使い方っていうのも一方通行だけでなくて循環型も必要とされていく、うん、これは消費市場でもされていくと思いますし、うん、あのいわゆる国策としても動いていくだろうなと思って、ね、うん、この大きい潮流が変わることっていうのはあんまり想像できないなと思ったので、うん、そこに合うビジネスモデルであることはすごく意識して作ったので、うん、そこのベースを崩さなくずっと頑固にやり続けてきたっていうところは、一定そのだんだんと認めていただいてきてる、うん、まあ、一つのこうグロスの種になってるのかなっていうのは感じてます、うん、確かにタイパとかサステナビリティって本当になんか最近改めてすごい言われてきてる、はい、ような言葉なんで、すごい先見の明があるというか、かなり未来見据えて、はい、なんかそれに合ったサービスをなんか意思決定されてなんか作られてきたんだなと思いました、うん、ありがとうございます、はい、ありがとうございます。じゃあ、秘訣その2は、その2、そうですね、あの一つは全く新しいビジネスモデルで、かつその世の中にも知られてないサービスを作っていくのと、うん、まあ、サブスクリプションのサービスを作っていくっていうのを考えたときに、うん、一番大事だなと思ったのは、こうサービスの構築をちゃんとするだけじゃなくて、うん、サービスを改善し続けていく、うん、かつその文化に関してもその消費文化に対しても伝え続けていくっていう、うん、まあ、継続性が大事だなって思ったんですよ、うん、で我々例えばその創業メンバーですとか初期メンバーのその継続性自体はもう絶対やりたいと思ってるんで、うん、そんなにこう疑うところないかと思うんですけど、うんうん、でそれ以降の会社メンバーみんながその目指しているその夢に対して共感をしてくれて、うん、継続していきましょうと、絶対これを作っていきましょうって思えるかどうかっていうのはすごく大切だなと思ったので、うん、組織作り、組織文化作りにもすごく意識をしましたね、うん、でサブスク事業は特にそのプロダクトができて終わりではないと思いますし、うん、プロダクトができてからいかにオペレーションだけじゃなくて改善活動を続けられるのか、うん、なので実はあの先日もお客様から長くご愛用いただいているお客様からいただいた声で、私がすごく嬉しかったのが、エアクローゼットってサービスコンセプトもちろん好きだけど、うん、会社がそのサービスをどんどん変化させていってる、うん、改善させていっている姿勢がすごく好きですよって言ってくださって、うん、めっちゃいいですね、まさに私がめっちゃキュンとします、ね、そこはあの絶対に欠かさずやり続けたいなと思ってきたことだったので、うん、まあ、そういうところを言っていただけるとすごく心強いなと思いますね、うん、それがあのお客様にも少し伝わったんだというのは感じたのはすごく嬉しかったですし、うん、あのグロスの秘訣ってなるのかわからないですけど、必ず必要な要素かなというふうには思います。でもこう話聞いててもやっぱあのお客様のことをやっぱり山本さんむちゃくちゃ解像度高く掴んでらっしゃるんで、はい、やっぱり、顧客との、コミュニケーションというか、はい、なんか、なんかアプリ上なんか どういうコミュニケーションを取ってる、普通にユーザーインタビューで直接なんかテレビ会議つないで聞くってこともなんかやったりしてるのかとか、はい、そこまでどうやって顧客解像度高めてらっしゃる。ですね、いくつかもちろんあるんですけど、はい、私自身やっぱりお届けしたいサービスやクローゼットを構想したときに、うん、一番は私たちがお客様に対してサービスのご提案だと思うんですよね、うん、こういう消費の仕方も私たちはいいと思うけどいかがでしょうかというご提案をさせていただいているという気持ちなんですけど、うん、そのご提案を続くんだと思うんですよ、うん、でそのためには何が一番大事かというと、お客様がサービスをご活用されてどうお感じになられたのかっていうのを私たちがしっかりと知ること、うんうんうん、お客様がご要望いただくことに全部お返しするっていうのは実はちょっと姿勢として足りないんじゃないかなと思っていてですね、うんうん、それは何でかというと、もしかしたらお客様がご自身では気づかれてないかもしれないニーズが裏隠されてるかもしれないので、うんうんうん、私たちはいつも社内であのお客様が第一ではなくてお客様の感動が第一っていうのを行動指針の一番上に掲げてるんですけど、でそうするとお客様が第一ではなくてお客様の感動が第一って姿勢になると、お客様が気づいていないかもしれないお客様のニーズにも私たちは、うん、
気づきに行きたくなるじゃないかな、うん、まあ、そういう気持ちでサービスを作り始めたので、うん、お客様にはどう感じになられたのか、どんなところをどういうふうに、うん、受け止められたのかっていうのを徹底的に聞かせていただきたいというのは常に思います、うんうんうん、ただやっぱり聞かせていただくのももちろんお客様の大切なお時間を取ることになるので、うん、徹底してその、まあ、インタビューだったりですとかアンケートっていうのも、うん、我々が本当にこう必要だと思うもので、うん、できる限り絞らせていただきますけれども、中には対面でお伺いさせていただくこともありますし、うん、やっぱりこうかなり定期的にお客様のお声を聞かせていただく機会というのは作らさせていただいてますね、うん、加えて裸も大事で経営陣もそのサービスを作っていく中で、うん、お客様がお感じになられている裸は大切かなと思うので、うん、今も私自身例えばお問い合わせをいただいているメールは全件目を通させていただいて、はい、毎日すごい数切れそうですね、時差がね時々もちろん生まれてしまうこともありますけれども、うん、全て目を通させていただいて、うん、まあ、この体験はお作りしたくなかったものだけども、うん、なぜ起きてしまったのか、でそれを次に起こさないために私たちは何を改善したらいいのかというのを、うん、社内で徹底的に議論して改善活動するというのを欠かさずすると、うん、まあ、裸でだいぶ分かるんですよ、うん、なんかこのお問い合わせ普段よりもちょっと多いそうだったりですとか、うん、そういったところも分かるので、お客様の感覚を、まあ、経営陣も知るのは大事ですし、うんうん、もちろん担当者ごとにそれぞれの役割を全うするっていうのも大事ですけど、うん、組織全体がその肌感を知るためにお客様の感動が第一っていうのを常に念頭に置きたいなというふうに思ってます、うん、ありがとうございます。でもやっぱり本当にこう前例がない事業なので、やっぱり組織がそういうようなカルチャーじゃないとなかなかなんかそこに向かって動いていけないので、うん、やっぱり本当に組織作りがあってこそ今のヤクローゼさんあるんだなと本当に改めて思いました。ありがとうございます、うん、結構新規事業を作られる質とかもいろんな会社さんもあるじゃないですか、うん、そこでもやっぱり一番最初のこう大切なポイントってどういうチームであるのか、うん、どういう組織であるのかなんじゃないかなって個人的には思いますね、うん、確かに。なんかビジネスモデルのなんかそれっぽいコンセプトは真似できたとしても、それを結局実行する組織のところは真似できないんで、結局そこが最高のなんか競合優位性になるというかっていう感じですよね。特に我々のようなビジネスモデルですと、それはすごくこう顕著に出るかなと思ってまして、うん、最初のコンセプトとか実は本当に私も創業以来ですね、うん、結構多くの方に、うん、いやファッションのレンタルサービスは考えてたよって言っていただくことが多かったんですけど、確かにたまになんかそういうふうに言う人いますね、はいはい、でもやらなかったかやったかというと、私たちはやらせていただいて、うん、でそれをこう具現化して形作って見たというところまでを、まあ、チーム一丸となってやれてこれてるというのが一つ、うん、差別化の要素だと思いますし、うん、すごく難易度の高いビジネスモデルだと思うんですね、うん、変数も多いですし、うん、まあ、文化も今のところないので、うん、ご理解をしていただけるまでの時間もかかる、うん、で考えると難易度の高いビジネスモデルなんですけども、それを必ず実現していくっていう組織であることがすごく大切だったなっていうふうにも感じてますし、これからより一層先に上場させていただいて、うん、圧倒的な成長のための上場なので、これからさらにそこが生きてくるんじゃないかなというふうに感じています。ちょっと具体的なところで言うと、うん、こういう組織を作っていこうと思って作ってきている中で、例えばですけど、我々サービスの大切なポイントとして、うん、物のサービスクリプションで物のシェアリングサービスなので、うん、実際の物が動いていくじゃないですか、うん、でその時に上場銘柄としても物のサービスクリプションとか物のシェアリングの銘柄って我々が日本で初めて上場させていただいたんですけども、うん、そこで大切な要素って実は表面的なサービス構想ではなくて、うん、実際に物がどういうふうに動いて、例えば当社であれば循環するのかっていうところを、うん、司るロジスティックスだったりもするんですね、うんうん、でこのロジスティックスで最初に先ほどお話しした倉庫の貸し様とはかなり最初苦戦しましたけど、うん、企画担当は当社の専門チームが最初からずっとやらせていただいて、うん、本当にコツコツ改善をさせていただいて、うん、それこそどういう、 こう業務フローだとどれぐらいの時間がかかるのかだったりですとかっていうのも、それこそストップウォッチを持って計測をしたりするぐらい細かく、うん、改善活動をさせていただいてきた結果、我々がすごくこう独自の循環型の物流が作れて、うん、実はスクラッチで走行管理システムをゼロから自社で、はい、作って、で非接触の RFID タグを活用した倉庫の管理システムなんですけども、うん、これも特許を取得させていただいたんですが、うん、その日本でユニークな物流の仕組みを作ってこれたというのも、やっぱり改善活動をコツコツ続けてきた結果かなというふうに思ってまして、でそうすることによって当然一点一点のお洋服に対する品質と速度も上がるんですけど、当然コストも効率化することで削減できるので、うん、サービス事業としてはだんだんと1配送あたりのコストを下げて、うん、1回お一人当たり の, 限界利益を高めることが我々として今できてきているというのもすごく大きい要素かなと思ってます。わかりました。ビジネスオタクチャンネル、今スポンサーを大絶賛募集しております。今回はスポンサー枠に空きがありましたので、ウィリゲートの PR をさせてください。ウィリゲート、今 Google で SEO というふうに検索しますと1位に表示されております。
自社の温度メディアプロモニスタももともと月7000セッションぐらいだったんですが、6ヶ月で月8万セッション10倍以上このタクト SEO というツールを使って伸ばすことができました。でタクト SEO ツールを使うとサイトの内部修正の案が出てきたり、狙ったページに対して関連語数がどれぐらいあるのかが出てきたり、サイト全体のコンテンツ数、外部リンク数のスコアの差がライバルと比較してどこが足りてないのかっていうのを全て、数値的に出すことができます。で今回、ウィリゲートのコンサルタントが、記者サイトをタクト SEO で分析しまして、狙ったキーワードで1位になるために何をすればいいのかっていう無料相談のお時間を設けさせていただきます。概要欄の方から、私の SNS やサイトの方までお問い合わせいただけたらと思います。またスポンサーについても、ぜひ私宛にご連絡ください。わかりました。でまさに3つ目の、秘訣が、物流ロジってところなんですけど、ちょっと私物流の部の字もちょっと分かってないんで、はい、なんか どういう仕組みがなんかあるとなんか超効率が上がるっていう、そのなんかいろいろなんですけど、例えば小売の物流ですとイメージしていただくと、物を保管して、うん、でオーダーが入ったらその物を発送するっていう仕組みじゃないですか、うん、でこれは通常の倉庫だと思うんですけど、うん、我々の場合って物が返ってくる前提で業務フローを組んでいって、うん、検品ですとかクリーニングを前提にかけてので、クリーニングですとか、うん、中にはメンテナンスが必要だったり、うん、シミ抜きが必要なものも出てくるので、うん、そういったアイテムに関してもどういう仕組みでメンテナンスしていくのか、うん、クリーニングをしていくのかっていうところも、うん、この流れに入ってくるんですよね、うん、で再度保管されて発送されたらまたこっちの、静脈の物流の方が動いていくっていうのが物流全体のこう仕組みではあるんですけど、うん、その中で例えば、まあ、一番劇的に変わった分かりやすい例で言うとやっぱりあの RFID タグの導入かなと思いまして、うん、以前ですと例えばこのジャケットが100着同じものがあるとすると、うん、倉庫には 1ID 振ってかける数量100って管理することが、まあ、基本的にこれまであの、うん、多いですよね、仕組みとして。ただ我々って一点一点 ID を振って誰にその以前お貸しさせていただいたのかとかのデータも一点一点に紐付ける必要があるので、はいはい、個品管理が必要です、はい、その個品管理をするとなると今度はじゃあこの洋服に当然システム上の ID が紐付く形を作っていかないといけない、うんうんうん、以前はあのいわゆるこうクリーニング屋さんにお出しした後にこうビニールでかかったりするのがあるんですか、うんうん、ああいうのと同じようにビニールをお洋服一点一点にかけて、うん、バーコードをそこに設置すると、うん、このバーコードとそのお洋服が ID として過ごされるっていうのを最初は作ってたんですけど、当時大変であのお貸し出しするときに全部外すんですよね、うん、当然お袋を、うんうん、そうですね、そうするとこれはもう ID がない状態でお洋服になってお客様に、うん、帰ってきたものに関しては全て目検で確認をして、うん、この洋服は確かにこのブランドのお洋服で、うん、お貸し出している結果と過ごしてもこうだろうというのが分かるので、この洋服はこの ID だろうというのがそこで分かるので、うん、今度また ID をつけれるんですけど、うん、ただクリーニングも出して帰ってきたりもするんですよね、うん、なので行って帰ってが実は多い中 で、ね、必ずシステムの ID と物理的なものの都合というのを物流としてはやらなければいけない。確かにそれがすごくあの、まあ、非効率だったので、うん、あの我々は今お洋服前提にあの非接触の RFID タグをつけさせていただいていて、うん、でそれはあの非接触なので例えばこういう台とかで読み込むとピッと通るので、うん、3点のお洋服であれば返却3点がピッピッピッとこの何の作品が返ってきたかっていうのは状態確認はその後に検品しますけれども、うん、まずは物が返ってきてるかどうかは確認ができると、うん、いうところはもう圧倒的に早くなってますね。なるほどな、はい、じゃあ本当にファッションって華やかなイメージの裏側には本当になんか緻密なオペレーションとそれを支えるテクノロジーがあるんだなっていうことが、はいはい、今日再認識できました。物理でも面白くてですね、結構大変なことやってますね本当に。あと倉庫だと動線、人が どういう動線で移動するのかっていうのが効率が、これあの倉庫知ってる方だとうなずいてくださると思うんですけど、うんうんうん、結構大事、うん、っていう時に今度人工知能とかデータを使っていくことで少しずつ効率化できるんですけど、うん、例えば今日帰ってきたこの1点が何日後に貸し出し可能なのかっていうのが、うん、一番確率が高いのが何日後かっていうのを人工知能が導き出すと、うん、シーズンの変わり目だと長い日数になったりするんですよね、うんうん、通常はまあ 2,3 日後に貸し出しされますとなるんですけど、うん、じゃあこの長い日数先であれば保管場所は動線が長くても一定はいい場所になるとか、その短期的には動線が最効率化されるとかは今度このテクノロジーで支えていく方な、人が意識をせずともテクノロジーでその最適化できる要素は最適化していこうというところが私たちの思想としてありますね、うんうん、ちょっとかなり細かい話になったんで、いやめっちゃイメージわかりました、はいはい、多分あの結構エンジニアの方とか、はい、あの物流に関わる人はテンション上がっていながら聞いてもらえたんじゃないかなと。データサイエンス、まあ、データ活用とかエンジニアリングも自社で私たち内製化を全部させていただいていて、うん、そのスタイリングの仕組みもスクラッチで当社が開発をして特許取得してるんですけど、うん、実はあのファッション業界ってデータと若干こう無縁に感じられたりですとか、うん、エンジニアリングと少し離れてるように感じられるかもしれないんですけども、うん、すごくこうデータが逆に言うと活用しがいのある領域でもあって、うん、今我々なのでデータが例えばコーディネートもですね毎回
コーディネートのデータが年間100万件以上、うん、で実体験でお客様が着用した結果の感想のデータがそれだけ集まってくるので、うん、それをじゃあどう活用していこうかっていうところは、うん、もう本当にいろんなアイデアがあってですね、ですね、お一人お一人に合うようなご提案のために使うこともできますし、うん、横軸に見るとトレンドが把握できるので、うん、どんな炊き方のアイテムが今受け入れられているのかっていうのを、うん、触れたかではなくて実際に体験していただいた結果として見れたりするので、うん、実はエンジニアリングやデータサイエンスもすごい私は面白い、もともと私がエンジニアリングやってたんで、もうこれ語り出すとキリがないと言われますけどそろそろ、はい、面白い領域だなと思ってます。ありがとうございます、はい。でやっぱりこう、まあ、昨年7月に、はい、まあ、グロース市場に上場されて、なんか改めてこう上場して良かったこととかこういう変化があったみたいなところをぜひお伺いしたいです。はい、ありがとうございます。そうですね、上場させていただいた良かったのはやっぱり目的とさせていただいたのが大きく、うん、その一定の資金調達と、うん、まあ、社会的な信頼信用の獲得というところの、うん、2つがメインでして、うん、まあ、実は昨年はIPO のスケジュールタイミングもすごく迷いました、うん、市況がものすごく悪化したタイミングだったので、うん、私たちのこう事業が変わったわけでも会社が変わったわけでもなく、うん、一昨年と比較すると4分の1、5分の1に価値がこう見られてしまうような時代になったと、うん、時代というか、うん、年になってしまったので、うん、迷ったんですけど、ただ最終その目的を実現するのであれば、うん、まあ、事業推進とかその会社の成長にとってプラスになるだろうなと思ったので、うん、昨年上場させていただいたんですけども、うん、やっぱり良かったなと思ってその目的がしっかりと達成できたかなというふうに感じているポイントとですね、うん、あとは、まあ、事業自体は成長の余白がすごく広いと思っている中でまだ、うん、進んでいるので、ここはあまりこう方向性変えずに成長していきますけれども、うん、ファッションアパレル業界のいろんな会社様とのお付き合いの中でも、うん、お取引が多いので、うん、お取引の中でやっぱり上場させていただいた後に関しては、うんうん、上場企業として見ていただけるので、うん、すごくそこの信用と、まあ、取り組みに向けた積極性も、うん、高まったんじゃないかなというふうに感じていて、良、うん、かったなと思ってます、うん、ありがとうございます。でその中でなんか今後のエアクローゼットさんがこう目指すべき方向性とか今後の成長戦略みたいなところもちょっとお伺いできたらと思ってます、はい、まあ、ここも創業時からあまり変わってなくてですね、うん、実はこの間も2024年とか2014年とか15年のところですね、うん、創業の時のプレスリリースを見返してて変わらないなと思ったんですけど、うん、向かってる方向性はあまり変わらなくて、作りたいこう世界観も変わらないんですけれども、うん、今現時点で言うと、リリースの領域で、うん、事業成長させていただいてきて、うん、大きく3本あると思うんですけど、うん、成長が1本はこのリリースの領域がまだまだポテンシャルが広いので、うん、サービスを知っていただいてサービスを成長するっていう、うん、このままの成長ですね、うん、今バイネームの認知度調査をさせていただくと 4% 程度なので、うん、ほとんどの方がエアクローゼットを知らない状態ですので、まず知っていただいてサービスを拡大していくっていう一つの 成長の方向性、うん、だこれだと成長の角度が高まるというところではなくて、しっかりと成長するっていうところにつながると思うんですけど、この角度を高めていくためには多セグメントにも広げていこうと思ってまして、うん、まあ、レディースだけじゃなくてメンズですとか、うん、メンズシニア、キッズマタニティですとか、うん、まあ、そういう領域に広げていく、まあ、そういうメンバー3人ともメンズだったり私も、うん、求めているので、まあ、そういった領域は、しっかりと広げていきたいと、うん、そうすると成長角度が上がっていくというところは私たちが見ている2つ目の構想で、うんうん、もう1つが2つ目に少し近いですけど、セグメントを広げるっていう観点でも、うん、いわゆるこうファッションのセグメントだけじゃなくて、うん、我々いろんなこう会社さんとお取引させていただくと、うん、ファッションサービスの事業やってみたいですとか、うん、ファッションレンタルの事業やってみたいってお話しされる、うん、ブランドさんのメーカーさんも多いんですけども、うん、ただ私たちが一番苦労したのがやっぱり物流ロジスティックスを作るところ、うんうん、でこれ個々に確かにさっきの話さんが全部やっていくとものすごく大変なんですよね。なんですけど私は心からやっぱり消費の一つの選択肢としてレンタルが当たり前になっていくことがすごくプラスになると思うので、広がってほしいなと思うと、私たちの物流を一部使っていただいて、ファッションレンタルサービスとかファッションサービスのサービスをスタートしていただければクイックに試していただきますし、安価にサービスリリースができるんじゃないかなと思っているので、うん、私たちのこの物流をプラットフォームとしてご活用していただくというところも、うん、今実証実験ベースでもスタートさせていただいているので、うん、そこがもう一つの一本の道として広がる、うん、でもっと先に言うと海外展開ですね、特にアジアとか東南アジアに向けた、うん、海外に向けた展開というのが私たちの成長戦略です、うん、国内でもやることがたくさんあるので、うん、まずは国内注力ですけど、うん、はい、僕もうメンズのところはもうぜひぜひと思ってまして、僕本当にもうタイムパフォーマンスですなんで、はい、はい、もうエアクのメンズが出たら、はい、ぜひ導入して、はい、それで生きていきます。エアクさんと共に生きていきます。はい、ところなんですね。で、あとやっぱりね、やっぱ自社で苦労して培った仕組み、うん、かつ世の中を変えるためになんかまあ。ファッションレンタル、ファッションサービスを広めていくっていう動きもなんか本当に理念ドリブンといいますか、むちゃくちゃいい動きだなと思いました。ありがとうございます。広がるといいなと思っております、うん、でその結果もちろん
当社サービスが一番いいねって言っていただいて、うん、選んでいただけるようにサービス改善を真摯に続けていくことが大事かなと思っています。でちょっと勉強不足なんですけれども、うん、海外においてそういうファッションのサブスクとかレンタルとかってなんか割となんか進んでる国とか、 なんか今後海外展開するにあたって、はい、なんかあのアジアだいやなんかアメリカとかヨーロッパだと か、 なんかどういう方向性なの？そうですね、あのファッションレンタルのサービス自体はやっぱりあのリユースにも概念として近いので、うん、あの含まれるのであの欧米だと、うん、サステナビリティの意識がすごくファッションに高まっているというところもあって、うん、注目度がどんどん今、うん、上がってます、ね、うん、その中でまだ圧倒的な成功事例というところは会社様としてあのもしかしたら上がってないかもしれないですけども、うん、ただあのアメリカでストレントザランウェイさんという会社様は、うん、あの上場されて、うん、成長されていたりというところもあるので、うん、少しずつやっぱりこうあのサステナビリティという意識の高まりとともに、うん、かなりこう重要度が増してきているというのは、うん、感覚としても世界的な動きとしてあります、うんうん、で私たちの海外展開としては、ファッションレンタルという仕組みだけではなくて、うん、ファッションスタイリング の、 そのパーソナルスタイリングの要素もすごく大切にしているので、パーソナルスタイリング、日本の例えばパーソナルスタイリングをすごく受け入れていただきやすいのはアジア、東南アジアの国々にもまだまだたくさんあると思っていて、まあ、ファッション文化をお届けするっていうだけでこのファッションのアイテムをこれまでお届けすることっていうのはメインで多くあったと思うんですけど、やっぱり今のファッションシーンで日本の例えばトレンドだったりですとか着こなしの仕方も合わせてリアルタイムにお届けしてご提案することができたら、もっと日本のファッションが海外でも知っていただける機会にもなるんじゃないかなと思っているので、アジア、東南アジアがまず私たちのメインターゲットとして今考えている領域です。でも今日激しく勉強になったんですけれども、あのビジネスオタクチャンネルの視聴者の方が、はい、あの経営者の方とかビジネスパーソンの方が多いので、何かこう PR したいことがあればお願いします。そうですね、あのまず一つはあの先ほども少し触れさせていただいたあのアライアンスで、うんうん、まあ、あの当然ファッション業界の方であればあの私たち の、 あのロジスティクスを活用した広がりというのもありますし、あの通常のお取引も含めて、うん、何かお声掛けいただければご検討させていただきたいなと思いますし、うん、私自身やっぱりあのコラボレーションとかすごい好きでして、うん、いろんな会社様とお客様にワクワクする時間体験が作れるんであれば、うん、いろんなコラボレーションをさせていただきたいなと思っていますので、あのファッション業界にかかわらずあのいろんなコラボレーションのご提案いただいたりですとか、私たちからご提案させていただく機会をいただければ、うん、いろんなことを考えたいなと思っています、うん、これまでもあのそれこそキットカットのこう新作アイテムが出たらそれをお客様にお届けしてみたりですとか、うん、あのゴディバさんとこうコラボしてお届けさせていただいたりとか結構さまざまなことをします。 ANA さんと旅かけるファッションってやってみたりですとか、あのダイソンさんとはそれこそあのヘアドライヤーの体験キャンペーンやってみたり、はい、いろんな領域でコラボレーションさせていただいているので、あのライフスタイルに沿った、うん、あの何かの体験であればお客様にきっと喜んでいただけるんじゃないかなと思っているので、うん、アライアンスと、まあ、なんかこう固くあのキーワードとして言うよりはもうなんかこうコラボして、うん、一緒にワクワクする体験を作っていける会社様、うん、ぜひご連絡いただければなというふうに思います、はい。まあ、加えてあのエンジニアリングとかデータサイエンスとかファッションの領域ってなかなかここはこう密接に関わっているように思わないかもしれないですけど、うん、はい、僕はあの華やかな裏側がこんな緻密なテクノロジーがあったんだ。実はこういう、 こう仕組み化作り込みの部分がすごく大切なので、うん、まあ、経営陣もあのコンサル出身者の多い、うん、あのところはうなずいていただけるんじゃないかなと思うんですけど、うん、まあ、こういった仕組み作りだったりですとか、まあ、エンジニアリング、まあ、データサイエンス、人工知能を活用した領域なんかにもご興味ある方はぜひお声掛けいただけると、うん、あの実はまあデータとしてもいろんなワクワクするこれ遊べるねっていう、ね、うん、遊び場ができてきているので、うん、そこを活用していただきたいなというふうに感じます。わかりました。じゃあ、 あの YouTube の備考欄のところにあの天野さんの SNS であったお問い合わせ先、うん、いろいろ記載しておきますので、まあ、前例のないこんな取り組みしたいみたいなアライアンスであったりとか、はい、データを利活用してこういうことやっていきたいんだみたいな方がいたらぜひ、お問い合わせいただきたいと思います。ぜひぜひお願いします、はい。で最後にあのビジネスオタクチャンネルの特別特典として、はい、なんかクーポン的なものが、ね、今回せっかくご縁いただいて、はい、きっとこうビジネスモデルとかですね、あの、うん、ビジネスの背景にもご興味ある、うん、周りの方が聞いてくださるかなと思ったので、うん、あの直接的ではないかもしれないんですけれども、うん、あ面白いねだったりですとか、うん、まあ、もしくはあの結構こういったあの、まあ、あの YouTube とかは私自身少ないんですけど、うん、あの講義、社会人講義とかで出させていただくとよく言っていただくのが、うん、パートナーの方とか奥さんとか、うん、もう嫁に激しくエアクロを勧めますって言ってくださるのが多いのであのその時に勧めやすいようにですね、あの主張したからちょっと特別クーポンが、うん、あのあったからっていうのを言っていただけたら、うん、言っていただきやすいかなと思いまして、はい、あの特別クーポンもちょっと今回お出しさせていただければなと思ってますので、うん、ぜひあのご本人様ごあの検討いただくのももちろんですし、うん、パートナーの方に、まあ、こんなのちょっと聞いたからという話の種にしていただけたら嬉しいなと思います、はい。で特にあの昨年の11月ね、あの私3人目の子供が生まれまして、はい、やっぱ妻の時間の使い方が激しく変化してるんで、はい、ぜひもうまさにターゲットユーザーかなと思いますので、はい、しっかりとしてください。はい、今日は貴重なお話ありがとうございました。こちらこそありがとうございました。ありがとうございます。今回の動画を見ていいねと思ったらいいねボタン、チャンネル登録もお願いします。また感想はコメント欄やツイッターでもお待ちしております。私も全件リアクションさせていただきます。
またビジオタチャンネル今スポンサーを大募集中でございます。気になる方がいたら、私の SNS までご連絡ください。また出演者の方に何かお問い合わせあれば、そちらも、私に直接ご連絡いただければ長くお届けできるようにいたします。